2番レフトバック中田夏実、4番ピボット地元広島山陽高校出身塩田奈々、5番センターバック加藤由紀、大きな声援をよろしくお願いいたします。
高木由美子。後半すごく良くなったのも何遍も言うけど、やっぱり自分たちがもともとやろうねって言ったところをみんながちゃんとやれたこと、誰かじゃなくて、でベンチからの声かけも急な徹底とか、なんかそういう部分もすごいこう全体の意識として高まったとこの差だと思う。そこをやりきれるかどうか、本当にここまでいったら、こういうレベルにいったら、もう技術的にそんなに大きい差なんてないし、やっぱ何分けるかって言ったら、チームとしてのまとまり統一の部分と、どういう風にみんなでそこを攻めていくかっていうところが、本当に最後の鍵になってくるところだから、やっぱりぐちゃぐちゃに攻めてれば、うちもどのチームにも負ける可能性ってあるし、逆にうちが今やろうとしていることを徹底したら、絶対どのチームにも負けない自信はあるから、そこをもっともっとみんなでしっかり認識して、徹底してやれるようにしよう。
でリーグ戦やし2巡しかないやん今年って。本当に得失点差もすごく大きな要素になってくると思うから、今日みたいな展開でしっかり勝ち切る、もちろん勝つことが一番だけど、それでもやっぱり点差離していくことってすごく大事だし、そういう意味ではやっぱり最後の5分とか10分のところでももう2点3点は欲しかった正直。だからもっともっとなんていうのかな、自分が入ったところでもそうだし、もっと上目指してやっていけばもっともっといいチームになるっていう実感はあるから、とにかくこの週末は2連勝で終えたところっていうのが本当にもう何よりも大きいところだし、そこはみんなで、いい戦いできたところはしっかり振り返って、また来週から今言ったもっともっと詰めれるところっていうのをしっかり詰めて、来週ラビッツとやって、今度メープルか、ホーム戦メープル戦、ここめちゃくちゃまた大事な試合になってくると思うから、そこの準備を1週間でしっかりして戦えるようにしよう。Thank you.